今日は1年の無病息災を願い、春の七草を使ったお粥を食べる七草の節句です。板橋区では区内の野菜を使った特製の七草粥が振る舞われました。板橋区立城北公園の野球場で振る舞われたのは1000人分の七草粥。春の七草のほか、区内で採れた里芋や人参などの野菜、そして突き立ての餅も入ったボリューム満点の特製七草粥です。もう具沢山ですごい温まって美味しいです。薄味でね、年配の人にとってはいい、幸せ。朝から大釜を使って調理したのは、区内60人の農家らで作る農園会の皆さんです。なんか仕事始めというような感じで、さあ今日から頑張ろうというような感じでやってると思います。来場者は1年の無病息災を願い、区内でしか食べられない新春の味を満喫していました。